ユニクロ株式会社ユニクロはユニクロ、ユニクロの店、ブランド名で実用、カジュアル衣料品の生産販売を一括して展開する日本の会社である。陶器場の本店を山口県山口市佐んに実質的本社となる東京本部を東京都港区赤坂ミッドタウンタワーに置いている。ファーストリテイリングの完全子会社。 1949年3月、柳井等側に、り、柳井正夫より任されていた小堀商事のせいに、洋服部門を、個人営業の紳士服専門店、メンズショップ、小堀商事、メンズショップ OS として、山口県宇部市に開店。1984年6月2日、それまで、山口県宇部市で、メンズショップ OS、1992年4月までに、 全店閉店、またはユニクロに改装の名称で、男性向け衣品を取り扱っていた小堀商事が、広島市中区袋町に、ユニセックスカジュアル衣料品店、ユニーククロージングウェアハウスを開店。なお、この1号店は現存しない。同年9月に、柳田氏が代表取締役社長に就任。ユニクロの故障はこの店舗名の略称が元になっているが、 当初略称の英文綴りはそのままユニ CLO であった。1988年、香港に現地法人を設立した際、会社登記の書類に略称のユニ CLO をユニクロと書き間違えられてしまったのだが、そのスペルを屋内が気に入り、そのまま英文綴りをユニクロに変更した商標が採用されることとった。また、放送紙やテープ等に、 U296 と表記をしている時期もあった。広島への開店当初は、地元、広島県福山市出身の小林和也を起用し、広島ローカルで CM を打った。開店以来、ワインレッドをシンボルカラーとした白抜きのロゴタイプを用いているが、かつては、これと別に手をつないだ男女のシルエットをモチーフとしたシンボルマークが存在した。年月、 社名を、おごうり商事から、ファーストリテイリングに変更。もともとは、ナショナルブランド医療品の小売店であった。アメリカンスタイルの倉庫風の建物内にクラシックな映画ポスターや有名スターのポートレートを展示した特徴的な店舗、浮き写真の店でにの名の浜店三章を全国に展開し、またいち早く中国の有料な工場と提携し、 低価格で調達するモデルを構築。1997年頃からプライベートブランド商品の取り扱い比率を高めアメリカの医療品小売店キャップ、ギャップをモデルとした製造型小売業への事業転換を進め経済の状況にマッチした低価格、高品質商品の展開また広告代理店と提携クリエイティブディレクターに 田中則幸を招き明確なメッセージを発信した PR など戦略を次々と刷新。そして1998年2から3万枚売ればヒットと言われるフリースを目標200万枚。1999年には850万枚でいずれも完売。2000年秋冬には CM モデルに松藤や美らを起用し51色に展開。 600万枚という驚異的セールスを樹立した。この現象は、フリースセンプルと評され、医療品流通業の革命を席巻し、社会現象を起こす。2001年8月期には売上経常利益ともピークに達し、イギリスへ進出した。2002年頃から日本では、在庫が急増、英国での業績も振るわず2002年、2003年8月期と、利益が大きく落ち込む。 その後、セオリー、ナショナルスタンダードといった国内外のランドの買収、ファッション雑誌との共同企画、コラボレーション商品の開発、藤原の理科など、有名タレントの起用、外部デザイナーなどとの提携などの手こ入れが行われ、2004年度には業績が上向いた。現在、ロンドン支店の業績は黒字に転じている。東アジアでは、2002年9月に、 中国上海市に出展し、2005年9月には、香港に、そしてロッテとの合弁で、韓国ソウル市にも出展した。2005年には、雑誌、リラックス、マガジンハウスとの共同で、東京、北青山に、期間限定のセレクロ、セレクトショップあるいは、セリブの位置づけが開設された。また、大阪心斎橋に平均価格帯を引き上げた。 ユニクロプラスも開店したが、その後プラスの名称を外し、現在は銀座店を中心に7店舗の大型店を運営。2006年11月にはニューヨークの双方にグローバル機関店を出店するほか、上海にもアジア機関店を出店し、世界進出を加速する、口実。2005年11月にファーストリテイリングは衣料品の製造。 小売りに関する営業を会社分割、九州分割によりゴルフ練習場を経営していた完全子会社のサンロード株式会社、当社に承継させ、持ち株会社制に移行した。同日、サンロードは社名をユニクロに変更した。2013年8月末現在、日本国内で854店舗、海外で441店舗、 合計1295店舗を展開している。海外店舗は現地法人による運営。日本国内では郊外型店舗やビルテナントとしての出店のほか、千坪クラスの超大型店舗やユニクロを各としたショッピングセンター、ミーナなどを展開している。日本国外では東、アジアを中心に展開しており、国別では中国225店舗が最多で、 韓国、105店舗、台湾、37店舗が続く。日本国内では、ユニクロ原宿店を改装した T シャツ専門店、UT ストア原宿が2007年4月28日に新たにオープンした、2012年に銀座店に統合。2009年3月9日には、春のパーカーキャンペーンに合わせて、グラフィティマガジンズの雑誌、東京グラフィティとのコラボレーション雑誌、 東京ファッションマップウィズユニクロを全国で発売した2020年までに国内の店舗を先天体制に拡大する予定であり、この宇宙売バ場面積約3300メートル級の超大型店を札幌市、仙台市、名古屋市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市、鹿児島市の主要8都市にて新たに開業する方針を示している。 2001年のイギリスを皮切りに始まった海外出展は中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、カナダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、イギリス、アメリカ、フランス、ロシアの18カ国で展開しており、グローバル化が進んでいる。海外ユニクロ事業は2006年においては、 香港を除きほとんど赤字であったが、2008年8月期から黒字化し、2010年8月期の売上高は、前年比倍増の730億円、営業利益は、前年比4倍の65億円を見込んでいる。会社組織としてもグローバル化を進めており、社内公用後、母語が異なる人が、対象の資料や会議を英語とすることとして、本社社員と店長の、 約3000人に対して業務としてトーイック700点以上義務付けている。2006年11月のニューヨーク関店をオープンの際、店舗のクリエイティブディレクションを担当した佐藤柏によりユニクロの新たなロゴデザインが作成された。新ロゴは英語表記とカタカナ表記によるもので従来のワインレッドから赤を基調としたものとなり2006年以降 海外の新店舗を中心に展開、国内では2009年頃から CM や広告、新規店舗、リニューアル店舗でのロゴ表記などに用いられている従前からの店舗には引き続き以前のデザインを使用している。2010年7月、バングラデシュのグラミン銀行と10月に同国で合弁会社を設立すると発表した。合弁会社、グラミンユニクロを バングラデシュの首都ダッカに設立し、3年後に2000人の雇用を目指すという。アメリカ合衆国では、2013年や秋に10店が、カリフォルニア州、コネチカット州、ニュージャージ,ー州,ー,ジャー州、ニューヨーク州で立て続けにオープンし、合計17店舗となった。2014年には、フィラデルフィアやボストンなどでも新規開店が続き、同9月5日に、ロサンゼルス地域、 南カリフォルニアの第1号店としてオープンしたサウスコーストプラザ店カリフォルニアコスタメサをもって合計25号店舗に達したロサンゼルス地域では基幹店となるビバリーセンター店を含む4店舗が2015年春までにさらにオープンする予定であるすでに7店舗が営業している北カリフォルニアでも2014年末までに2店舗が追加される予定であるまた 2015年秋にはシカゴ店もオープンする見込みである。グローバル機関店はユニクロにおいて最高水準の商品、ビジュアルマーチャンダイジングサービスなどを意識した世界的情報発信の拠点となる大型店舗であり、2006年にニューヨークに双方ニューヨーク店を開店して以降、ヨーロッパアジアの各地に展開している。2010年10月には、 世界に向けた店舗デザインやレイアウトを特徴とする世界視点が日本に逆輸入される形で大阪の震災橋に5番目のグローバル機関店をオープン2012年3月には9番目のグローバル機関店を東京銀座に2014年10月には13番目のグローバル機関店ユニクロ大阪を大阪梅田にオープンしたその後2016年にはシンガポールに 東南アジア発のグローバル機関店がオープンしている。2012年9月、ビッグカメラ、新宿東口新店、新宿三越アルコット跡のテナントとして出店するに、あたり、同店舗をビッグカメラとのコラボレーション店舗、ビッグロとして展開することを発表し、素晴らしいごちゃごちゃ感をコンセプトに、佐藤柏のトータルプロデュースが行われ、ビッグカメラとユニクロの両店舗で、 共通のデザインロゴスタッフユニフォームを使用し、ユニクロのマネキンにビッグカメラで販売する家電製品を持たせ、ユニクロのフロアの一角で家電製品を扱うなど、ビッグカメラとユニクロのシームレス感を強調した店舗となる。店舗規模約2900メートルはグローバル基幹店である。震災橋店をしのぎ、銀座店に次ぐ日本国内2番目の規模となるが、同店は、 グローバル繁盛店という独自業態として位置、付けられており、世界中から注目される東京の新名所を目指すという。同店舗は9月27日にオープンし、開店時には4000人ほどの行列ができたという。以降、グローバル繁盛店の業態として、以下の店舗を開店させている。屋内がギャップなどを視察し、カジュアルウェア専門店チェーンの展開を決意した。 生産基地、中国の工場管理を強化し、SPA 化を進めた。300店舗到達を機に多角化に着手したが、失敗。本業でも既存店の売上低迷が続いた。従来のパターンを止め、グローバル企業の経営方式を採用した。経営陣の若返りを図り、単品をベースにしたマーチャンダイジングと現代的なマーケティングを展開することによって、大量生産。 販売の高収益体制を構築した。基本的には、過度に個性のないデザインの商品が多い。SPA、製造工売業への転換後、良品質のカジュアル医療を低価格で提供する路線を進めてきたこともあり、医療品としての完成度は高く評価れている部分がある。1900円のフリースや2900円のジーンズなどが価格破壊の象徴として、 マスメディアなどにも紹介されて爆発的にヒットしたが、あまりに大量に売れ着用している人が多かったため、ユニクロの医療を着用しているのが判明してしまう、ユニバレと呼ばれる現象が広がり、経営悪化の原因となった。2004年頃から、ユニセックスや、お手頃、価格路線は、堅持しつつもある程度の脱却を図り、外部と組んだメッセージ性を持つ共同企画商品の開発、特に、 レディースモノや買収したブランドの脳廃入、乳幼児向け商品の開発も行っている。デザイナーの間でも品質の高さについて一定の評価を得ており、2006年8月から世界各国の著名デザイナーとのコラボレーションにより、デザイナーズインビテーションプロジェクトを立ち上、通常数万円もするようなデザイン性の高い商品を1万円未満の低価格で販売している。 ジーンズもリング製法を使ったものなどを出している。過去に、柳内自身が、ユニクロは、国民服、多くの国民に、品質の良いものを安く提供したいとの意図と、衣服として、ファッション性を軽視していると取られかねない誤解を、生むような発言を行うこともあったが、ニューヨークに、機関店を立ち上げるにあたりベーシックな商品を、大量に販売するスタンスは維持しつつ、 ファッション性を強めた商品を提案し、接客を重視する方向性に転換しつつある。玉塚が社長を退き、再び屋内が社長に復帰した2006年頃からヒートテック、保温性を高めた下着や、ブラトップ、ブラジャーのカップを内蔵したキャミソール、タンクトップなど、など、機能性を重視した商品に加え女性ものの商品に力が注がれている。 一例としては、東京ガールズコレクションに山田優と組んでワンピースなどを出展したり、イメージキャラクターに藤原の理科を起用したスリムボトムス、足が細く長く見えるパンツを販売したりするなど、積極的に女性客の取り込みにつながる展開と商品の充実化を行い、その効果が出てきたことから、以前は手薄だった女性用部門がユニクロの機関事業へとなりつつある。 ムービングオフィス代表のダイナギマサルの分析によると、ユニクロの商品を買ってしまうのは、単に商品の魅力だけではなく、消費者が店舗に誘導されつい買ってしまう、ステルス接客戦略とも言うべ、心理的戦略が潜んでいるという、ダイナギはそれを大きく5つに分けた。ビジネスモデルとしてのユニクロの低価格、大量販売戦略については、賛否両論がある。 エコノミストの浜のりは、文芸春秋2009年10月号に、ユニクロ栄えて国滅ぶという論文を発表。ユニクロのように企業が低価格で商品を販売することが、企業の利益を縮小させ、ひいては人件費の切り下げにつながっているとして、ユニクロのような経営を、自分さえ良ければ病であると、批判、せめて安いものを買うことが自分と他人の値打ちを互いに、 下げていることに思い至ってほしいと主張している。これに対し、経済学者の池田忍は、自身のブログ上で、ユニクロの低価格モデルが相対価格の変化であり、ユニクロは日本を滅ぼすどころか、日本企業がグローバル化するロールモデルと、浜の意見に反論している。2012年9月15日、支持長御世中国固有領土、長御島は、 中国固有の領土であることを指示しますと、ユニクロ、上海に複数ある店舗の一つとされているの店頭のウィンドウに貼り紙を押す写真がマイクロブログの新郎美白に投稿された。尖閣諸島国有化に抗議するデモが中国各地で暴徒化していることを受けたものとみられ、店舗側がどのような判断で行ったかといった詳しい事情を分かっていないが、この行為をユニクロの政治的姿勢と受け取った。 ネットユーザーの間で騒動となった。これについてユニクロは2012年9月18日付のプレスリリースにおいて当該店舗の現地従業員が独自の判断により上記内容の張り紙を掲示し約4 0分後撤去していた本件は会社の指示によるものではなくまた他の店舗におきましてこのようなことは一切起きておりません。一企業が 政治的外交的問題に関していかなる立場も取るべきはないと考えており、このような行為があったことは大変遺憾であると考えておりますとのコメントを発表した。その後、同21日付のプレスリリースにて、貼り紙の掲示は地元警察の要請に、読物他店舗での貼り紙はすべて第三者によって外側から行われたものなどの説明を新たに追加し、 18日付のプレスリリースは、同社ウェブサイト上から削除された。週刊東洋経済は、2013年3月4日、図形発行の同志において、ユニクロ疲弊する職場と題した特集記事を組み、ユニクロの正社員の労働環境について報じている。その記事によると、ユニクロでは、社員の労働時間の上限を240時間と、定め、サービス残業も禁じており、 労働時間の上限を超えたり、サービス残業を常態化すると、降格や退職干渉などの社内処分を行としている一方で、特に店長が店舗業務、現場業務、管理業務がこなしきれないために、サービス残業を常態化させており、名ばかり、管理職の疑いがあると報じている。また、同記事の中で、週刊東洋経済のユニクロへの取材内容として、 ユニクロの2008年から2011年以降、入社社員の3年内辞職率が45%を超え、2012年8月期の店舗制社員における休業者のうち約3%、全社員の約3%が、うつ病などの精神疾患が原因で休業していると報じている。このような状況の原因として、同記事では、上司に物言えぬ社風、 体育会系が社風が原因ではないか報じており、その一端として、ユニクロの店長代行として勤務していた男性が、店長から暴行を受け、本部の管理部長からも暴言を吐かれるなどの行為により、ユニクロが元店長代行に1000万円金損害賠償を支払う例を挙げている。このような状況を踏まえて、ユニクロがブラック企業であると前日の記事をはじめとして、 伝えられるようになったが、ユニクロの幹部は、戦略のグローバル化が大量離職の原因だと、自己分析した上、我々も苦悩している。これまで教育はしてきたが、ケアはしてこなかったかもしれない。そこは直したいとコメントしている。また、社長、柳井正は、日経ビジネスのインタビューに対し、ブラック企業ではとの批判について、我々が、本当に、ブラックならば、 社員はもういないはずですよ。会社はダメになって発展しないでしょうし、社員もしらけて仕事なんてしないはずですと反論し、僕は将来本当に若者が活躍できる世の中になれば、25歳以上は全員対等に評価すべきだと思っています。中略だからこそ若い頃に甘やかされてはいけないと思っていますと、自身の考える社員教育方針について披露している。 2015年1月15日、厚生労働省の記者会見場で、香港の NGO 団体、サコムが会見を行い、ユニクロ製品の下請け工場での実態を調査し、報告した。調査の対象は、親会社が共に、香港株式市場に上場する互い、不ト防食ンソメとトンガン防食服装の2社で、ユニクロの有料を取引先とされる。この2つの工場では、 中国の法律により認められている月36時間を大幅に回る月100時間以上長の残業が行われていた。また、行員が8分遅刻すると2時間分の給料を差し引くなどの違法な罰則規定があった。しかしながら、マスメディアの多くは中国に工場に対する労働環境の改善に向けた行動計画をユニクロを仕事して対応の早さを伝えた。 これは大量の広告を新聞、テレビなどに出向していることやスラップ、同活訴訟、威圧訴訟に配慮したりしているとする見方もある。日経新聞は、ファストリー、労働環境改善、11面、TBS は15日に中国工場の労働条件改善策を発表との及び越しの報道であった。また16日の流通コンサルタントに至っては、ユニクロは、 他のグローバル企業に比べ、しっかりと工場の労働管理を行っている。2工場はイレギュラーではないかと伝えたが、これに対し、ユニクロ帝国の光と影の著者横田造成は、イレギュラーなどではないと断言している。横田マ雄による取材では、ネーハ市のサルシュハディオリ有限工事では、アイロン掛けの十代の女子工員が、朝8時から午前3時まで働き通していたとの、証言や、 トンガン氏のアキライン集団では、複数の行員から厳しい罰金制度が、過大なプレッシャーになっているとの証言を得ている。こうした取材記事に対し、ユニクロは、事実無根として、文芸春秋を名誉毀損で2億円を超える賠償を求め訴え。ところが裁判の中では、ユニクロ側が提出した裁判資料の中で明らかになり、地裁でも、交際でも、 真実相当性があると認められ、最高裁への上告も棄却され判決は2014年末に確定している。2013年4月23日付の朝日新聞は、店長候補として採用した、正社員すべてと役員の賃金体系を全世界のユニクロで統一する、世界同一賃金を導入する考えを、CEO の柳井氏が明らかにしたと報じ、具体的には、 欧米や中国など13の国と地域で店長候補として採用した社員すべてと役員をグローバル総合職として位置づけ職務内容により19段階のグレードを定めて賃金を決めるとている。さらに執行役員や上級部長など上位7段階の役職海外採用10人を含む約50人についてはどの国でも同じ評価なら報酬や給与 全世界で同額とし、評価グレードが高い、スター店長など、注意7段階の社員、約1000人には、各国の物価水準などを反映して、実質的には、どの国でも、同じ生活ができる水準にするものであるという。この制度導入について、柳内は、朝日新聞へのインタビューの中で、世界どこでも、やる仕事が同じだったら、同じ賃金にするというのが、 基本的な考え方。海外にも優秀な人材がいる。グローバルに事業を展開するのに、あまりに賃金が違いすぎるのでは、機能しないと導入理由を説明した上で、日本の店長やパートより、欧米の店長の方がよほど賃金が高い。日本で賃下げをするのは考えていない。一方で途上国の賃金を、いきなり欧米並みにはできない。それを、同平準化し、 実質的に同じにするか、具体的な仕組みを検討している。将来は、年収1億円か100万円に分かれて、中間層が減っていく。仕事を通じて、付加価値がつけられないと、低賃金で働く、途上国の人の賃金に、フラット化するの、年収100万円の方になっていくのは、仕方がないと持論を展開した。この、世界同一賃金構想と、 年収100万円の方になっていくのは仕方がない発言は様々な物議を醸すこととなった。経営コンサルタントの大前健一は給与水準の低い国では喜んで人が集まるが逆に高い国では優秀な人材が採用できなくなる。柳井さんが目指す世界同一賃金システムはコンセプトとしては理解できるものの現実的にはとても実現できない。 絵に描いた餅というのが30年以上この問題と格闘してきたグローバル企業の内実と批判的なコメントをしている。NPO 法人ポッセの今野春樹代表がブラック企業日本を食いつぶす妖怪、文春新書、文芸春秋で一部のファストファッション企業のローム体制を社名を伏せて指摘したところ、ユニクロから自社を名指ししているも同然。 名誉毀損であり提訴するとの通告書が送られてきたと言う。また、横田マスをユニクロ帝国の光と影が出版された際にも出版元である文芸春秋社に対して2億2000万円の損害賠償と本の回収、絶版を求めて提訴した。こうしたユニクロとファーストリテイリングの高額な損害賠償を求める提訴を行う手法はスラップ、同括訴訟。 威圧訴訟ではないかとの指摘があり、実際にユニクロ批判を封じ、メディア側を萎縮させる効果があったと言えるとの見解もある。なお、本件に係る訴訟については、東京地方裁判所、土田明彦裁判長で2013年10月18日に判決が出され、月300時間以上、働いていると本で証言した店長の話の、 信用性は高く、国内店に関する重要な部分は、真実、中国工場についても、現地取材などから真実と判断した理由があると、認定し、ユニクロ側の訴えを全面的に退りけている。また2014年3月26日には、控訴審である東京高等裁判所においても、一審判決を維持、ユニクロ側の控訴を棄却する判決を言い渡している。さらに、 同年12月9日付で最高裁判所第三章法廷大橋正春裁判長はユニクロ側の上告を退ける決定を下した。これにより東京高裁判決が確定した。ユニクロで特筆されるものとして障害者、身体障害者、知的障害者の積極的な雇用が挙げられる。聴覚障害者の勤務する沖縄県那覇市の店舗での サービス向上事例をきっかけに企業の社会的責任 CSR も兼ね2001年頃から各店舗に最低一人の障害者を雇用する方針が打ち出されたその結果2004年以降障害者雇用促進法による民間企業の法定雇用率1.8%をはるかに超える7%台の障害者雇用率を誇っているこれは 従業員5000人以上の企業では突出した効率である2006年を対象に厚生労働省が行った調査では従業員5000人以上の民間企業でトップ 7.42%2 位は日本マクドナルドの 2.94%3 位は島村の2.83%勤務する障害者は知的障害者が多く バックヤードでの納入された商品のチェックや分別、品出し作業や、開店前や閉店後の店内の清掃などの作業に従事していることがほとんどのため、一般の来店客には存在が目につかないことが多い。聴覚や、資格や、死体などの障害を持つ人も、健常者に混じって勤務している。障害者の雇用にとどまらず、スペシャルオリンピックスの支援などの活動が認められ、 内閣府から再チャレンジ支援功労者表彰を受けた。その後の2008年6月時点の厚生労働省の同様の調査では、さらに比率を8.06%に高めている。常用労働者、約1万1000人のうち約700人の障害者が勤務しているという雇用率としては2人分と算定さる重度障害者も含め、約890人と算定されている。 2位は、AM サービスの5.67%、総従業員数が5000人に達したことから登場。3位は、スカイラークの2.86%。旧ファーストリテリング時代から、アマチュアスポーツを中心とした、スポーツ支援を行っていることでも知られる。本業関連では、長野オリンピック、1998年、ソルトレークシティオリンピック、2002年、アテネオリンピック、 2004年とオリンピックの開会式や移動用の日本代表公式ユニフォームの提供を行ったほか、サッカー j ニ・ザスパクサツにも2003年から2005年までユニフォーム提供を行っている。社会人スポーツとしては女子陸上競技部を有する。山口県の地場スーパー、丸9の陸上競技部を引き継いだもので、山口市の本社そばに専用のトラック、 練習場を設けて活動を行っている。全日本実業団対抗女子駅伝競争大会には5回の出場を数える。かつてはマラソンランナーの早田敏行が社員ユニクロ広島高校店に在籍として勤務していた時期もある。上記の陸上部とは別に活動を行っていた。 2009年8月には、プロシャイステニス選手の国枝慎吾と所属契約を締結している。また、2011年1月には、プロテニス選手の西小利啓と5年間のスポンサー契約を締結し、テニスウェアの提供などを行っている。2012年には、プロテニス選手のノバク・ジョコビッチ、セルビア共和国とアンバサダー契約を結び、テニスウェアの開発、 提供などを行っている。2013年には、プロゴルファーのアダム・スコットもユニフォームの提供などを行っている。オーストラレーシア PGA ツアーのオーストラリアンマスターズでは2015年大会でタイトルスポンサーを務めた。2018年7月、テニスのロジャー・フェデラーと10年3億ドルで契約。ユニコーン、パフィー、浅井健一、ザイ・イエロー・モンキーらは、 単なる広告の役だけではなく、記念 T シャツなどでコラボレーションに起用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。